の？ねえ、ねえ、何してるの？そんなに見たいなら後でゆっくり私のを見せてあげるわよ。で、私何言ってるのかしら。そんなこといいから早く起こしてあげなさいよ。私の名前も桜井だしね。ヒレン桜ね。私はあんまり信じたくないな。自分の名前に桜がつくからっていうわけじゃないけど、こんなに優しい花をつける桜の木にそんな怖いお話があるのって嫌なの。ちょっとあんたね。はい。この人はここで倒れていたあんたを助け起こしてあげただけじゃないの。え、そうなんですか。ごめんなさい、私痴漢だと。本当にすみませんでした。いえ、そんなことないです。ごめんなさい。私、なんでこんなとこで倒れてたんでしょうか。あのね、あんたふざけてんの？いいえ、ここはどこですか。なんで私ここにいるんでしょうか。ございます。
ちゃった。開いてる。もう、記憶喪失じゃあるまいし、大人をからかうのもいい加減にしなさいよね。アルバイトあるんでしょ、アルバイト。わかればよろしい。こら、何やってんだ。もうとっくにバイトの時間だろうが。持たせた携帯早速役に立てやがって。早く来い、今日は忙しいんだから。怒られた。急がないとまた来るわよ、最速。あ、待ってよ。私、記憶喪失なんですか？ここはどこですか？なんで私ここにいるんですか？
忘れ物。昼間はごめんなさい。スロー、痛みます？あの、ほら、顔を蹴っちゃって。どうしたら許してくれますか？いいんです、何だってします。え、あんなことやそんなことって？本当に？え？わかりました。このタウン誌のおかげで随分この街の様子が分かりました。つまりは勝手に読んじゃったってことなんですけど。え、いいんですか？はい。さっき拾っちゃったんです。占いのページ。何か占い師さんのあったかさが感じるんです。この占い読んでると。でも、私自分の星座がわからないんです。それが問題なんです。何か大昔のような気もするし、ついこの前みたいだなって感じもするし、つまり分かんないんです。うん、これも記憶喪失なんです、多分。どこに落としちゃったんだろう、私の記憶。結構ドジみたいだし、私って。全然。それより私の占い見てみたいな。適当に誕生日決めちゃおう。よーし。あなたに出会ってからのことはよく覚えてるから、私の誕生日は今日、つまり4月15日。いいのいいの、自分で誕生日決められるなんて記憶喪失の特権ですよね。4月15日って私が蹴った後遺症じゃないですよね。でも本ではお羊座になってますけど。あ、これ、お羊座のあなたへ、新しい自分と出会える週です。わあ、これって当たってるような気がします。新しいあなたはきっと新しい友人と出会います。その友人があなたの悩みを必ず解決してくれることでしょう。この友人ってあなたのことですか？そうですか。じゃあ友人ってことにしちゃいますね。絶対当たる。
ありがとうございます。じゃあ、一緒に私の記憶を探してもらえます？自分がどこの誰なのか、やっぱり知りたいんです。お願いします。その前に、もう一つ大事なお願いがあるんです。聞いてくれます？誕生日も今決めたんで、ついでに名前も決めたいんです。何かいい名前ないですか？どうです？これです。ね、え、どうして？出てきちゃったんですか？それじゃあ、私どこから来たんでしょう？その学校ってどこですか？よーし、明日はこの辺の学校を片っ端から当たってみよう。一緒に行ってもらえませんか？私この町まだよくわからないし。ありがとうございます。ちょっと、こんなところで何してんの？何言ってるのよ。君の代わりにタウン誌の取材してあげてるんじゃないの。
ここで君を見かけたからわざわざ追っかけてきたのに。バイトもしないでどうしてこんなところで鼻の下伸ばしてうろうろしてるのよ。何よ、こんないかがわしいところで何やってたの。ああ、昼間の。こんばんは。こんばんはじゃないわよ。どういうことなのよこれ。偶然？どうせ一緒に記憶探ししようとか言ってこんなところに連れてきたんでしょう。もう私の気持ち知ってるくせに。私とこの子とどっち取るのよ。今ここではっきりさせてよ。私ごまかせれないわ。いいわよ、その子とずっと一緒にいれば。え、いいわね、あなたは彼に構ってもらえて。私も記憶喪失だったらよかったわ。君がこの子のために何かしなくちゃならないわけ？その子が本当に記憶喪失って言うならさっさと警察か病院に連れて行けばいいじゃない。なんなら私が一緒に警察行ってあげるわ。さあ行きましょう。あら、いなくなっちゃったみたい。
おい、入稿直前まで原稿書いてるやつがいるかよ。とっとと占いコーナーなんてあげちまえ。ご注文は？ミックスに